チャンネルちょっさあ、木曜日です総チェックということで、火曜日、水曜日のね、連戦、ソートバンクと西武戦は高の祭点、月曜日に試合があったということで、ね、えー、今日も火曜日、水曜日の試合をね、皆さんと総チェック振り返っていきましょう。もうオールスター前っていうところもあってね、まあもうちょっとね、下位のチームは上位とね、詰めていきたいっていうところ、上位のチームは引き離さ、 ないっていうところですけども、なかなかね。大型連勝しなかったらっていうところで楽天はね。結構大型連勝して頑張っているって言うところはありますけどもね。さあ、チェックしていきましょう。ということで、まずは、えー、ソフトバンク対西武えー、10日月曜日ね。1対2で西武えー、西武連敗脱出ねで12日2対4で西武西武連勝ソフトバンク連敗真っ暗闇っていうね、えー、ところでまあ10日の試合ね。月曜日、えー セーブ先発、みだね。7回88球、3安打4三振無四球1失点と。まあこれね、もう無失球がね、全てを物語るっていうところと、まあ、3安打にね、しっかり押されたっていうところは非常にね、素晴らしいピッチング良かったんじゃないでしょうか。でソードバンク先発ね、シュワートジュニア、4回3分の1、93球、7安打338、39、2失点と。まあまあ、あの、球数はね、多くなったけども、本当に最近ね、安定した、えー、ピッチングっていうところで、まあ多少フォアボールは出すけどもね、非常に、えー、試合っていうところは作ったんじゃないでしょうか。その中でね、テーマはこちら。 セーブは効果的な連打。ソードバンクは全く連打が出ないっていうね。えー、ところで、セーブは2回で、先頭中村が悩んだ。マキロンアウトになるけれども、で、キシアウト。で、2アウト1塁から山野センター前ヒットで、2アウト1塁からね、効果が先制タイムリーヒットっていうところで、最近効果がね、いいところで結構ですよね。3回もね、2アウトからだけども、チャンス来るけども、2アウト12塁でね、ここでなんと中村鈴ダブルスチュー成功ちょっとね、本部でかいっていうところもあるからね。しかし、マキロンね、三振ね。 で、え、4回もや、やらがフォアボールでね、ランナー2塁になるけども、昼間がショートフライっていうところで、毎回ね、得点圏には行くけども、もう一本出ないところが、え、5回ね、ワンアウトから、原雑続きがね、連続ヒット。で、中村がフォアボールっていうところで、ワンアウト満塁からね、マキロンがタイムリーヒット。で、ここでね、騎士、ピッチャー竹田に代わってね、6、4、3ダブルプレイになるけども、ここでもう1点でもね、 取ってればっていうところで、まあね、ここ、ソフトバンクはね、打たないからなんとか踏ん張ってるけども、もうあと2、3点ね、セーブは全体的に取れたんじゃないのかなっていうね。で、ソフトバンクはね、初回、先頭の中村が出るけども、ワンアウト1塁から今度がね、3、6、3ダブルプレイだったりとか、2回もね、ランナー出すけども、ツーアウト2塁から栗原がね、セカンドとロに倒れてアウトになるとか、えー、なかなかチャンスで1本出ないっていうところで、得点入ったのはね、6回裏の三森のホームラン、一発のみっていうところで、4ア打完璧に抑えられてね、 で、まあ、8回、9回ね、ランナー出すけども、結局1本打てないっていうところで、8回もね、ワンアウトから栗原ヒット。で、ダイソーシュートが出て、盗塁。しかし、三森三振。柳もジョフョアボールになるけども、中村がね、サードゴールで1本出ず。で、9回にもね、ワンアウトから今度フォアボール。で、柳田がね、マキロンのエラーっていうところで、ランナー出して、ワンアウト13なるけども、マキアラがね、ショートライナー。ね。ここで、 ひょっとしたらゴールだったら谷川のホームにね、突っ込んでこれたかなっていうね、ところはあるけども。で、その後ね、デスパイニーがセカンドフライっていうところで、ね、チャンスに一本も出ず、犠牲フライもいけず、一点取れずっていうところでは、なかなかね、厳しい敗戦だったかな、というね。え、そして、えー、11日はね、試合がなくて、12日の試合も、えー、2対4でね、えー、北九州市民球場ね、えー、西部の4対2で勝利っていうところで、 この日ね、えー、ソードバンク先発バンド5割3分の2六69九、3安打2三振1球3失点と打たれてないんだけど効果的に打たれてねちょっと球が高いっていうところをし、ね、とめきられたかなっていいピッチングしただけに、ねまあ、でも援護ないからね、ちょっと攻められない。 セーブ先発今井ね、7回111球、6安ンド43、3、4、3、4、2、シーテまあ今井がもう3フォアボールぐらいがちょうどいいっていうね。これが、逆にパルメーターちゃうかっていうね。えー、ところではソードバンクはね、えー、初回、えー、ンアウトからね、川瀬が2ベース。近藤柳田がフォアボールになって、ワンアウト満塁から巻き払うね。 えー、犠牲フライ。で、柳町が、一塁からね、えー、レフト前ヒットっていうところで、まあ、今度はね、アウトになるけども、ね、まあ、ここでね、最低でも1点取って、で、2回裏にもね、えー、先頭クリアからね、センター前ヒット。今見アウトになるけども、いがね、フォアボール。で、ワンアウト一塁から、中村がね、ライト前ヒットで、追加で1点行って、ここでね、一塁ランナーのいがね、三塁狙うんだけど、ラックラックアウトになるんだよね。このね、まあ、あの、セーブはね、ライトの金子ね、素晴らしいストーク、グストーだったけども、 ここ、あんな楽々アウトになるんだったらストップでしょうっていうね。でも打球めっちゃ、まあ俺も足のこと言えないけどね。打球めっちゃ遅くコロコロコロって抜けていったのに楽々アウトっていうことはもうストップだよ。っていうね。ところはあるけども。で、その後カーツがね、アウトになって追加点取れるっていうところはあるけども。でもソートバンクとしてはね、この流れ的には2点先制っていうのは非常によかったけどもね。問題はね、この3回裏。ね、ワンアウトから柳田がスリーベースを打ってワンアウト3塁。ここで牧原柳町でね、えー、内野ゴロ2つっていうところで1点取れないっていうところは、ここで、 一点でも取れたからね、もう一方的なね、試合展開になってたと思う、ここで。ね。ここグズグズしてると、5回表、ね、セーブの攻撃。え、先頭中村ヒット、マキノンフォアーボール。山野辺がねえ、バンドするも、カイドダイビングキャッチ、カイ、グップレイ。ね。 で、これでね、チャンスついえたかっていうところで、ワンナウツ一、一、二流からね、長谷川がセンター前タイムリーツーベース。で、ワンナウトに三塁になって、小川のショートコーナーの間に行っていって、同点。これ、下位打線がね、もう見過ごさないっていうね。で、6回表、ね、先頭、戸の先、レフト前ヒット。現田送りバンドを決めて、鈴木翔平アウトになるけども、ピッチャーここでね、松本に代わって、中村フォアボール。で、牧野がね、センターへ勝ち越し、タイムリーヒット。で、七回もね、先頭、長谷川がね、フォアボール。このね、先頭五回、六回、七回、全部先頭出すんだよ。 ね、5回は中村のヒット。で、6回はね、戸崎の,のヒット。で、7回はフォアボールっていうね。逆にセーバーね、こう先頭出したば、ま、ね、ランナーをね、とにかくね、得点につなげてるっていうところでは、連打連打でね。まあ、あの、10日のね、月曜日の試合と同じように、う欲しいところで1本ね、効果的に出たっていうね。で、1アウト2塁からね、えー、働き金効果ね、センター前ヒット。で、1アウト1、三塁から戸崎がね、レフトへタイムリーっていうね。で、ここで玄もフォアボールになって、1アウト満塁、ここでタオラに変わるけども、鈴木中村、ここでもう1本打ってればね、 楽な展開。まあ、セーブはね、勝ってるけど、もう一本打ってればもっと楽な展開だったけどもね。で、これできっちりね、ダメ後ろ四4点目を取って、ソートバンクを突き放すっていうところでね。ま、あソートバンクはね、ね、逆に5回、先頭中村がね、出るけども、それをね、為瀬、近藤、柳田でアウトで得点に結びつけられるっていうね。で、えー、8回もね、先頭、河瀬が出るけども、近藤、三振でダブルプレイね、三振決で、柳田も三振で倒れるっていうところで。まあ、あ先頭で出したのね、ことごとくチャンスですよ。 戦闘を出しても点が入んない。打線の繋がりが悪いソフトバンクは連敗中。高野採点が悲鳴に変わるっていうところで、セーブはね、いい形で打線のね、繋がりで得点を取って、まあもう一つね、繋がっていけばポンっていける感じもするかなっていうところはあるけども、ここまで2連勝、ね、カード3連勝になるのか、ソフトバンクは一心報い入れるのか、今日の試合どうなるのか注目です。現状は2勝0敗でセーブの勝ち越し中です。 ついで、オリックス対ロッテ。11日4対3でオリックス。12日3対5でロッテ。現状1勝1敗残5分っていう形で。まあね、12日は佐々木朗希っていうところでオリックスとしては計算ないなのか。 っていうねところはあるけども、11日ね4対3でオリックスっていうところで、まあ、オリックス先発ね、6月の月間、A、v p 山崎幸也、5回89、4安打434、1・9・1デッドボール3失って、な、ま、ん、あ、とか踏ん張ったかなっていうね。ロッテ先発メルセウス、6回87球、8安打2・34、1・9・4失って、まあ、どちらも、ね、1イニングでバーンっていっちゃったかなっていうねで。オリックスはね、2回、5回、7回、8回と4つのダブルプレー11安打ちながら、ね、チャンスを潰すっていうね、もう本当あのー、 2回も、えー、先頭トング出るけども、ゴンザーでスかね、5、4、3、ダブルプレイ。で、5回、えー、ワンアウトからね、中川義母が連続ヒット出るけども、ワンアウト1、2、3からクレヤチが、6、4、3、ダブルプレイ。えー、そして7回ね、えー、先頭杉本が出て、野口も出てるけども、ノーアウト1、3、3から若きがね、6、6、3、ダブルプレイ。 ね。で、8回、えワ、ー、ンアウトからセディーニ出るけども、ね、ダイソー佐野が出てきて、トングーン時に三振ゲッツーでダブルプレーね。11アンダー打って、結局点が入ったのが3回裏。ワンアウトからね、若槻中から連続ヒット。ギブアウトになるけども、栗林フォアボール。で、ツーアウト満塁から4番セディーニが、なんとライトスタンドへ満塁ホームランッッ。唯一この得点。ね。打ちも打ったりで、唯一取ったのが満塁ホームランのみっていうね。 で、ロッテもね、4回表にね、すぐ、えー、石川ポランコが連続ヒット。で、山口がね、えー、デッドボールっていうところで、ノーアウト満塁になって、安田犠でフライ。で、ワンアウト1塁から、チャッテンがセンター前タイムリーヒットで、1塁ランナーが3塁に行って、で、ワンアウト1、三塁になって、田村がね、セーフティースクイーズっていうところで、まあ、3点取ってね、いや、これ追い上げむくと満載だなっていうところで、まあ、そこね、追い上げきれなかったっていうところで、ロッテはね、5、6、えー、7、ね、8、9と攻めた中で、まあ、最大のチャンスはね、 7回っていうところになるけども、ワンアウトからね、藤原内やんだら、藤岡スライト前、中村がフォアボールっていうところで、ワンアウト満塁ね。ワンアウト満塁から、石川ね、スプリット打つもレフトライナー、帰ってこれつ、三塁ランナー。で、ポランコ三振、ピッチャーね、阿部踏ん張るっていうところで、ここで1点欲しかった、ロッテはね。 一点取れる流れでもあったけどね。まあその中でね、まあオリックスで言うとね、まあ問題はね、この6回裏。えー、ワンアウトからトングがね、え、ライトへのツーベースっていうところで、えー、ライトの石川がね、目測を誤って、万歳みたいな感じで行き過ぎちゃってフライを落とすっていうね。で、トング、三塁まで走って、9、5、9、4、5、タっちゃうとまあでもチャンスの、もうチャンスもらった場面だからもうあれは走ってもいいか。ね。 これはまあ、もう石川がね、なんとか落としたけども、そこから挽回したかなっていうね、ところはあるけども、石川バーッと。でもセカンドの中村がね、非常にね、サードへのスローがめちゃくちゃ良かった。中継に入ったね。これはもう中村ね、で問題はね、オリックス、最大の問題はね、7回よ。先ほども言ったように、杉本、の口でね、ノーアウト1、3で、若杉が6、6、3、ダブルプレイになるんだけども、ピッチャーなしのゴールドで抜けていってね、3塁ランナー、杉本、なんで走ってない ライナーでもないからね、1、3塁、ゴロ、ゴーなわけ、ね、最悪ピッチャーゴロになってね、自分がアウトになっても、それ挟まれてるうちに、ね、ファーストランナーはサードへ、バッターランナーはセカンドへ行って、で次のバッターはワンアウト、2、3塁から勝負っていうのが定石なわけよ、あそこはもうゴロは行って、アウトになった、挟まれて、ランナーを進塁させって言わなきゃいけないのになぜかショートゴロ、3塁でストップで、ダブルプレーだけ取られて、1点も入んない、ダイバットこれあったらもうちょっと楽な展開だったけどね。 まあでもね、オリックス、宇田川安部山崎総一郎、平野とね、リリーフが踏ん張ってしっかり勝ち切ったかなっていうね、ところはあります。えー、そして、12日の試合ね、えー、ロッテ先発の佐々木朗希っていうところで、まあどうね、ロースコアの展開になるかっていうところで、初回ね、いきなりツーアウトからオリックスの攻撃ね、黒林ライト前、そしてセデーノが、えー、センターへのタイムリーツーベース、方向が抜けたところね、えー、左中間っていうところで抜けていって、なんとオリックスが先制して、おっとこれはどうなるのかっていうところでね、えー、2回、ね、ロッテの攻撃。 え、山口センター前ヒット。で、角中がライトスタンドでホームランね。で、3回、ピッチャーコットンからワゲスパックに変わって、藤岡レフトへツーベース。で、ポランコ、2番ポランコがね、センター前タイムリーヒット。で、安田がヒットで続いて、ノーアウト一塁。ここで4番中村が、ピッチャーハーフフライで、まあ、落ちてワゲスパックサルリー3塁、楽勝ダウトっていう、バンド失敗。おい、何やってんだよ、っていうね。 ここでもう一得点いこうぜっていうところでその後ね5番山口ワンアウト一二塁からねえタイムリーヒットで角中もねレフトにタイムリーヒットで角中の時にねワンアウト一三塁からねまあスリーボールツーストライクっていうのもあってファーストランナーが走ってね走ったところで紅林がセカンドに入ったらその紅林がいたショートのところに角中のゴールフだけが抜けていくっていうねランナー走ったことによってのタイムリーが生まれて3点目っていうね で、これで5対1。まあ、あ佐々木朗希に5対1だったらもうなかなか難しいよね、オリックスも。で、佐々木朗希がね、7回104球、3安打14奪三振、無四球1失点と、くっ完璧なピッチングで序盤の5点っていうのはね、非常に、えー、大きかったかなっていうね。 で、えー、7回で変わって、えー、8回からね、ロッテは、えー、ピッチャー横山に変わったところで、こっからオリックスの反撃開始っていうところで、野口がね、えー、ライトでツーベース。で、だいたいかったね、セカンドゴロで進塁だっていう形で、長川がね、センター前タイムリーヒット。そして5対2。まだ3点。ね、そしたらギ母がツーベース。で、ワンダウト2、3塁からね、紅林のキャッチャーゴロ。ね、えー、3塁ランナー長川が3フィートアウトっていうね。ま、ああれは、避けすぎたね。仕方ないね。でもまっすぐ行ってもタッチされるだけだからね。 でその後ねツーアウト一・塁からセディのが、ねえー、ショートタイムリー内野安打2点差で頓宮のサードゴロ安田、ね、走ってきてチャーピッピクショー頓宮ヘッドスライディングアウト間一発アウトっていうねところで、まあ、ここでね一気に行きたかったところだったけどもねで9回ねロッテやマスターが出てきてね、えー、抑えるんだけどもなんとそこでね 野口の打つきキャッチャーフライ、佐藤が落としてレフトファールフライ、和田が落とす、ドームだよっていうね前日はライトの石川が落とす、ドームだよってう、もうマリンの方がいが1億万倍難しいんだよ、それなのにドームで落とす、まあね、逆転されなかったらよかったけどもねドームでもフライ練習をしましょう、ね、結果ぱ一勝一さ敗、今日、ね A、の試合どうなるのかっていうところで、オリックス、ってね宮城対カスティーヨっていうね。 え、中でどういうね、試合になるのかっていうね。ここはね、宮城とね、え、宮城をずらして山下もずらしたんだよね。オリックスがね。ま、そこがね、どういう試合展開になるのかっていうね。で、オリックスはね、この、え、15日からソフトバンクっていうところで、多分そこにね、山下とソフトバンクを当てるために、本当は宮城、山下だったんだけども、ずらしたんだよね。ま、このね、ずらしたのがどうなるのかっていうね。で、ロッテはカスティーをどうなるのかっていうね。だからま、佐々木朗希も来てオリックスは2勝1敗だとね、 まあまあ、バンバン在かなっていうね。ロッテの佐々木朗希がいるカードでオリックスに負け越すのは痛い。今日どうなるのか注目です。現状は一生いっぱいです。えー、続いては日パン大楽天。11日2対3で楽天。12日3対4で楽天。楽天2連勝中っていうね。全体ではもう何連勝だっていうね。ところでは、非常にね、楽天がここからね、上がっていくか。 昨年ね、20貯金を作って一気にね、借金生活へ。今年はね、大きな借金生活から後半戦ね、一気に貯金生活へっていうね、逆のパターンあるのかっていうところで、11日ね、2対3で楽天、日本ハムもったいないね。もうね、3回裏、いい形でね、先制するわけよ。ね。 あの、ワンアウトからね、グッジが内野安打。で、磯端ね、ウフファンヒット。で、ワンアウト一塁からね、松本がタイムリーヒットっていうところでね、まあここでね、いい形で先制するわけよ。ね。その中で、4回表ね、えね、ー、先頭、浅村のサードゴロ、記録上は悩んだだけども、ね、もうこれはエラーでしょ。えー、サード、清宮はね。もうジャンプしながら、こうやっていったからね、ジャンプしながら、いやいや、こうでしょっていう。こう、ジャンプしながら、これはないよ。さすがに、こうでしょっていうね。で、弾いて、記録上は悩んだ打だけど、もう俺はエラーだと思うんだよね。 でねその後、えー、フランコはレフト前ヒットでノーアウト一塁からね今度は辰巳がねセーフティー気味に送りバウントするわけよそしたらねあの清宮がね出るかどうか迷ってね出ないっていうところで内ンダーになるんだけどももうあの位置までね三清宮が出てるんだったらあそこから戻ってもサードにはアウトにできないていうのよ、もうあの立ち位置だったらそれだったらもう行くしかないんだけどもこれ経験値不足だよね。 で、ノーアウト満塁からね、伊藤の犠牲フライ。でもここね、よくね、北山1点で抑えたよ。その後西川フォアボールでワンアウト満塁になるけども、643ダブルプレイっていうところでね、安田をね、打ち取るんだけども、ここもっと大量知っておかしくもなかったところでね、これはね、非常に北山ね、素晴らしいピッチングだったと思います。で、5回の表、先頭村林内安田。で、小深田送りバンドを決めて、大号がね、ライトへツーランホームラン、バッティングね。 おうごいいね。登り上司っていうね。でも立、ね、派もね、5回の裏すぐにね、先頭山田がフォアボール。で、ここでね、軍事が643ラブルプレイになって、いやー、先頭出たのになって思う中でね、 ついで、磯場ばでない安打。で、松本の時に盗塁を決めて、松本がね、タイムリーヒットを打って、1点返して3対2、ね。いや、このね、点の取り方いいからね、もうどうなるんやろうってね、いうところはあったけども、楽天戦バッタ中マー君ね、7回85球、9安打、三振0、石球、2失点と、三振ゼロで勝ち投手がなんか初めてらしいんだよね、マークはね。しかも球数少ないし、 完璧にね、打たして取るっていうところでね、えー、モデルチェンジのマー君のピッチングっていうところで良さが出た。まあ、その中ではね、えー、日本ハム、ちょっとね、緩急につられてミスショットも多くてね、そこは捉えきれなかったっていうところもあるしね。で、えー、日本ハム選抜期待もね、5回3分の2 9 6球、8アンド334、31931っていうと、いや、悪くないよね。感じ的にはね、いい感じで投げてるけども、ちょっと援護がなかったっていうね。その後、山本杉浦、宮西朗田もね、非常に素晴らしいピッチングで、なんとか粘ってね、逆転の待機はあったけどもね、 ちょっとね、勝ちきれなかった、その後ね、坂井松井がね、抑えきったっていうところではね、楽天のいいところでのヒットっていうところがね、えー、最高だったかなっていうね、えー、ところはあります、えー。続いて、12日の試合、えー、4対3で楽天の勝利っていうところでね、楽天先発、庄司ね、5回3分の1、101球、4安打2三振、5死球1失点と、ちょっと請球苦しいんだけど、まあ、1失点っていうところで踏ん張ったよね。 まああのね、続けての勝ちかっていうところはあったけどもね、まあでもよく踏ん張ったっていうところはあるね。で、日本はもう先発、伊藤ね、7回3分の116球、8安打13死、1死球4失点っていうところで、まあ、序盤に援護があればっていうね、ところはあったけども、まあ先制はね、日本半分、2回のぐらいね、ワンアウトから上川バットフォアボール、で、伏見アウトになるけども、石井フォアボール。で、ここでね、 ツーアウト、一、二塁で、少女はね、ワイルドピッチっていうね、でその後加藤がね、えー、ライト前ヒットっていうところで、まあ先制するんだけどもね、まあセカンドランナーの石はね、アウトになるけども、まあここでね、もう太田がね、遅いんだよ、あのー、このブロッキングに入るのが、だから大きく弾くんだよね、大きく弾くからね、止めてんだけども、来られるっていうね、それはもうね、もう見るからに遅いから、ドーンみたいな。だって、こう来てんのに、ブロッキング、こうって、 こうなってんのと一緒だからね。それはもう大きく弾く待っとかなきゃいけない。待っとかなきゃいけない。それが、こうなる、ドン弾くっていうね。で、大きく弾いて、まあ、ここね、えー、失点。でもまあね、日本はね、いい形で先生するけども、楽天はね、4回表、なんとまたオホがね、ライトスタンドへ、ほ同点ホームラン。で、5回にもね、 えー、岡島はツーベース打って、ツーアウト二流から一番の村林で、ね、絶好調っていうところで、レフトタイムリーツーベースでね、もうオボーと村林ね、今一番油に乗ってる二人がね、えー、二点取って逆転劇っていうね。でも日本もね、えー、7回裏、ね、先頭上川とフォアボール、で、伏見が送りバントを受けて、石井がフォアボール。このフォアボールがね、ピッチャーソ痛かったよね。で、ワンアウト一流から、またね、今度損ワイルドピッチっていうところで、このね、ストレートがね、ワイルドピッチにね、えー、なるんだけどもね、えー、キャッチャーオーダー、反応できず手だけ。 いやいや、もうまっすぐでもワンパン来ると思ってやっとかなきゃ。うん、軽いよ、プレイが。で、そういったところで、だからそういったところもワイルドピッチ多いのよ。ね。で、ワンアウト、二、三塁になって、加藤のね、えファーストゴロ、鈴木大地がホーム投げるけどもね、ラク,ラクセーフっていうところでフィルダー視聴室。で、ここでね、磯畑のところでねえ、加藤がね、初球に走って盗塁成功っていうところで、えワンアウト二、三塁、ここでどうなるのか、作戦とかあるのかなって思いきやね、磯畑が打ちに行って、キャッチャーファールフライ。 で、松本がね、えー、ファーストファールフライっていうところでここで一気にね、逆転っていうところに行きたかったね、日本ハムはで楽天はね、すぐ取られたと8回表先頭、小分かとフォアボールでね、小郷当たってるのに送りバントきっちり決めてで、浅村がなんとね、勝ち越しのツーランホームラン、浅村も上がってきたほ。今、ホームランダービートップ。 第16号。で、日本はね、8回裏に2アウト二3塁からね、浅間のピッチャー内アンダーの感じね、1点取るけども、まあ、この1点止まりっていうところで4対3っていうところでね、最後はね、もう一本日本ハムが出ないでね、ちょっと粘り負けだったかなっていうね。でもね、この試合のね、スーパー MVP はね、ここだよ。このね、8回裏、2アウト二3塁、代打浅間ね、ピッチャーへの内アンダーになるんだけどもね、ファーストに投げたね、酒井。 の送球が超ワンパンになるわけ。超ワンパンになったところをね、あの鈴木大地が体で止めに行くね。トーンってって。で、あれ、逸らしてたら同点になったかあのね、この試合のね、まあ、大ゴのホームランもすごい。浅村のツーランホームランも確かにすごい。その中でね、この試合の一番素晴らしかったのはこの8回裏。あの、超クソ送球。ワンパンの超悪送球をね、鈴木大地がね、 体で止めた、あのプレーに、流星。大勝あれがなかったら本当に同点だったからね。で、あれをね、体で抑えたことによって、まだね、えー、1点差勝っている中で2アウト1、3塁になって石がね、レフトフライでこう逆同点を許さなかったっていうね、あの鈴木大地、素晴らしい、ね。もし皆さん見てなかったらね、あのプレーもう一回見にてください。 体で止めてるっていうね。俺はだからね、盗塁した時のがセカンドとかショートね、あのもうランナー三塁にいて、一三塁でセカンド投げましたと、ワンパンになりましたと、いやいや、もう取っても無理なんだったら体で止めてきよくれよっていうね、のその姿勢が鈴木大地でした。俺がね、こういう意味で言ってるからね、ぜひ皆さん、見逃してる方は見てください、これ必ずね。ね一番のプレイです、このカードの。ということで現状ね、えー、2連勝の楽天というところでね、えー、今日どうなるのか、デーゲームの試合がね、行われてます。はい さあ、続いてセリーグ。ね。5位、6位対決っていうところで、これも3連勝どちらかしなきゃいけないぞっていうところで、11日2対5中日、12日8対5ヤクルトって痛み分けっていうね。そしたら上と縮まんないよっていうね。今1位に、そして3位、4位が戦ってる中、どっかのチームはね、1勝2敗に最低でもなるね。まあ、引き分けがあったら分かんないけど、その中で2勝1敗じゃ縮まんないよっていうね。どっかを蹴落として、どっかが3連勝で一気に上がっていきたかったよっていうところはあるけども、現状1勝1敗ね。 で11日の試合、2対5で中日っていうところで、えー、中日先発ね、柳、え回、ー、6回99、4安で4三振、1四球2失点、約1ヶ月ぶりの勝利でね、3勝目っていうところで、まあ、まっすぐカーブね、カットスライダーチェンジアップっていうね、中の投球で、対左に対してはインコースにまっすぐカットスライダーを投げながら外のチェンジアップ。で、対右に対してはカーブカットスライダーっていうところは変化球巧みに使って、変化球の制球、低めのコントロール抜群で、ストライク先行で勝負できたっていうのは、ね。 ヤクルト先発サイスニードね、6回82球、6アンド43、69、4ってと、ホームのバランスも非常に良かったし、投球自体全く悪くなかったんだけども、嫉っと物の見事に打たれちゃったっていうところでね、まあサイスニード、俺は全く悪くなかったと思うけどね、投球状態はね。その中でね、ドラゴンズは、えー、2回の表ね、えワンアウトから石川がね、これ、ライトへ先制、あ、レフトへね、先制ホームランを打つんだけども、これもね、アウトコースでなったのがね、真ん中高め入ったやつをね、石川がね、軽くポーンって打ってね、 ホームランにしたっていうね、えー、ところで、は石川がね,バッティねで6回の表、ワンアウトから横八センター前で、細川がライトスタンドでツーランホームランっていうところでね、まあ、ここもその前の打席から外で変化球カウント取ってインコースを見せて、その前の打席もね外のカットボールっていうところをサところロ、ここも外の変化球でカウント取ってインコースも難見せてで、外のカットボールいったら高めに浮いちゃって、それを見事に細川がライトスタンドでホームラン。 ま、せ、こう、攻め的には問題ないと思うけど低く投げて欲しかったね。でもちょっと細かまたまったかなーなんか対応的にはね。そんな感じのね、バッティングに見えました。でね、ここでね、2点で終わらないで、ワンアウトからね、まず石川がね、これね、アウトローいい球。ね、フルカウントから、宇宙界ホームラン。これはちっと打ちなかったけどね。素晴らしい石川のホームランというところで4対0。 これもね、圧勝かなと思ったら、なんとね、6回裏、ワンアウトから、代打宮本ね、今まで左バッターが苦しめられていたアウトコースのチェンジアップを、の見事にね、左中間に抜けるツーベース。で、並木がフォアボール。で、ワンアウト一塁からね、スリーボールになって、いやもうここ俺解説してたからね、ここはもう打ちに行っていいですよっていうところでね、まっすぐ甘めに入ってきたところをしっかり振り抜いてセンター前タイムリーヒット。で、青木はね、前の打席インコースを攻められてチェンジアップっていうところでやられたけども、そのインコースをね、の見事にね、非常たんでライト前ヒットで続いて、 え、2点、4対2、あと2点差。ワンアウトに注意。4番、村上、下位打線からチャンスを作って、得点しながら4番に繋げたので、一気に行こうぜっていうところで、4、6、3、ダブルプレーカチーン、終わりみたいなね。結局は、ここで村上がキーポイントだったかっていうね。で、その後ね、えー、中日は、えー、9回てね、福永の、えー、押し出しっていうところで。でも、ま、ここもね、えー、先頭ね、えー、石川が、えー、フォアボールっていうところで、で、ここで代走高松が出てくるわけ。 で、ノーアウト、一塁、高松、ね、足の速い、足の速いランナー、気になるのは分かる。で、丸山ピッチャーね、えー、遅いカーブ、ホークっていうところがメインのピッチャーね。で、そこでね、えー、宇佐美の打、打席の時に、牽制ね、二回して、そこから外のストレート、外のストレート、ボールボール、で、外のストレート、ストライク、で、外のストレート、ジャッカーくなってセンター前ヒット、バーッといく、いや、カーブとホークじゃん。外松ばっかりって、ランナー気になるの分かるけど、内山キャッチャー。ね。そんなんじゃダメなのよ。 舐められちゃうよそんなことをしてたらね、でそれをね宇佐美がものの見事にセンター前に打ってノーアウトに中ででここでねピッチャーゴロ、ね、バントしてもなかなか成功しなくてねで打ったらねマンブリセーフティーみたいな感じになって、ワンアウトに三塁、代打服だ、福ね、ここでピッチャーヤンモードに代わって軽減満塁で後藤だ太、ね、外のスライダーで山本、ね、三振と遠いじゃんってなった時に代打、福かストレートのフォアボールっていうね、ねこの一点。 で、こう考えたら、ボスターミナのヒット痛かったよね。で、結局ね、5対2っていうね。で、最終回もね、まあ、あの、ライデル・マルチネス出てきて、ツーアウトからね、サンタマサンタのね、ストレート負けないセンター前。ロスナーもストレート負けないセンター前。で、代打、ボとかね、あの、スプリット、レフト前。カー川端くん。代打で出てきて、あの、マルチネスとみんな苦しいんえ、ね、スプリットを簡単にライト、レフト前に打つっていうところでね、どんな目が見えてんだろうね、すごい気になるね。 で、2アウト満塁になって、ね、長岡っていうね、えー、3ーボール2ストライクから一打サヨナラのところ、ピッチャーゴロで自演と、っていうね、ところでは、まあ、ドラゴンズのね、干ね柳が素晴らしいピッチングだったと思います。で、10D1 はね、8対5でヤクルトっていうところで、やっぱり村上っていうね、前日はね、村上がチャンスで打てなくてね、負けたけどもね、この試合はやっぱり村上っていうね、えー、ところで、この試合はね、両先発中日福田に、1回サ分のに849、5アンダー、3チ、0、3失点。 ヤクルト先発王が4回3分の288中七安打13444941ってどちらもねピリッとしないピッチングだったけどもヤクルトはね、えー、初回一番並木がね、えー、レフトスタンドへ先頭打者ホームランプロ初頑ってねこうで先制してねおヤクルトいい形でね行くのかと思ったら中日がね、えー、2回の表先頭うサミがツーベースで福永がねファーストオスナフィルダー消失っていうところでこれねまぁ、あ、福永が新塁打打とうとしてファーストコローになったんだよねそしたらオスナがねそれを取ってね間髪入れずにねサード投げたの めちゃくちゃ後半だ。めちゃくちゃ良かった。タイミングは完全アウト。それが、ショートっていうかワンパンだって悪スを切るで、センター抜けていって、セカンドランナーうさがホームインっていうね。で、福田がセカンドまで行って、で、今度は龍コがね、ファーストゴロ進類だ。で、ワンナウト三塁から福人がね、なんとか当てて、セカンドゴロの間に1点取ってね、2点っていうね。ミスで2失点。痛いヤクルト。 もこのま,ま,また中日勝つんじゃないのかって一瞬思ったけどね、でも2回の裏、ヤクルトはねえ、本山センター前、で中村センター前ツーベースで、ノーワードに三塁になってね、ね長岡のショートゴロの間に1点上げて、でワンアウト二塁、大川が、ね、なんとレフトへカチカチのタイムリースーベース、レフトを超えたからね、オーバーで、で逆転、小川。 さすがね、交流戦セリーグで唯一ホームランをね、過去打ってるバッターっていうところでね、え、逆転。で、4回の裏、えー、2アウト3塁から山崎がね、レフト前ヒットっていうところで、ここも2アウトからね、えー、しっかり得点に結びつけて4対2っていうね。あ、このまま流れでヤクルト行くかなと思ったら、なんと五回表ね、オコバイス3ベース。で、細川フォアボール。で、ノーアウト1、3塁からビシエイトのダブルプレーの間に1点っていうね、んで4対3。で、その後ランナーなしから石川がね、左中間またホームラン石川く 二試合で四本。素晴らしいバッティング。ビシエドがダブルプレイになって、まあ、一点取ったけどっていうところで、ここもう一点取って同点に追いつくっていうね。で、六回の表に、ワンアウト二塁から大島の打席ね、えー、リュークがなんと、えー、三刀。で、その前にもね、えリュークがセンター前打って、代打村松の時に二塁へ盗塁。で、村松三振するけども、大島の時には三刀。で、ワンアウト三塁になって、大島のね、ショートゴロの感じ、ホームへ帰ってくる、リュークの足だけで得点。ぐっそり。 素晴らしい。アグレッシブ。ね。まあ、前日ね、ランナーサードで、ファーストライナーね、ダブルプレイになっちゃったけど、多分あれもね、ギャンブルスタートだったと思うんだよね。だから帰れなかった。ギャンブルじゃなかったら、あの高さのライナー、出るやついないから。あの、ギャンブルスタートだ、もうギャンブルスタートはね、な、内野のライナーね、ダブルプレーになるのは、これはもう仕方ない。それ誰も責められない。作戦だからね。で、ここもね、どんどん足で見せて、最後もね、ギャンブルスタートで本部突っ込んできて、セーフってナイス、それよく、っていうね。えー、ところで、逆転。 これ、も流れ完璧に中止じゃん。一気に行くんちゃうかと思ったら、6回の裏ね、ピッチャーソ父江に変わって、また代打宮本がセンター前。宮本。もう代打の神様。代打の神様川端だったら、もう宮本は代打の殿様でね。代打の殿様。どうですか、皆さん。でね、並木が三振。で、ここでまたね、宮本が通り、こっちも行くぜ、足で。っていうね。 で、山崎がね、レフト前ヒット、で、ワンアウト一、三塁になって、オスナがアウトになるけども、なんとこのツーアウト一、三塁から、村上、今日は頼むぜって言ったところで、ライトへのスリーラン、逆転ホームラン、大イスバッティング、弾丸ライナーで突き刺さっていってよ。で、8回にもね、またまたね、ツーアウトランナーなしから村上がライトうホームラン、今日2本目っていうところで、8対5、逆転勝利、やっぱりラハビっていうね。 えー、ところでは素晴らしいね村上のバッティングだったなっていうところと、まあ、やっぱりこれね宮本のね出塁っていうところもねやっぱりロッカーね大きかったんじゃないでしょうか結果、現状1勝1敗今日ねどうなるのかっていうね、えー、ところで小笠原小澤、ね、前回小笠原いピッチングしてるからね打ち合いなのか投手戦なのかどうでしょう。 ついで、巨人対広島。11日4対0で巨人。そして12日0対2で広島。現状、1勝1敗残部です。という中でね。11日4対0で巨人。巨人先発山崎よりね。7回3分の2、106球、5安打2三振、1四球1レッド分無失点と。まあ、6月25日ね、対広島、3失点負けっていうところでリベンジ成功。前回のね、中日戦同様に、ストレートをしっかり投げて、で、スライダーね、シュート。そしてホークっていうところで、制球も安定して、素晴らしいグッピッチだと思います。ね。 広島はね、先発どこだ ?5 回68球、5番で634、1、9、3チって、まあ1ヶ月今日、6月2日ぶりの敗戦というところで、まあね、いくらソロのホームランは仕方ないって言っても、まあ3本のホームランソロだけだけどさすがにきつかったなっていうね。で、巨人はね、初回ね、ワンナウト。 えから丸がレフト前、ワンアウト一塁からね秋色がねちょっと強めだったけどねサードに送りバント成功、ツーアウト二塁から岡本がフォアボール、ツーアウト一塁になって大城がねライトフライのところでまあ、1点取れなかったっていうね、えー、中で2回ね、ね中田のレフトスタンドへのホームランツーボールツール2ストライクからインコースクくーって回ってホームランを打ったからそれも打てるんだったら次から攻め方変わるぜっていうねいつも追い込まれたらこう、こう、こう、こうっていうね右打ちばっかりかと思ったら 追い込まれてもあのコンパクト打ちでホームランできるんだ。すげえな、中田と思って。スパイラルこのホームラン、俺の今年の中田のホームランの中で一番えぐいと思ったね。このホームラン。で、3回裏、ね。なんと、秋色が宇宙館ホームランっていうね。原監督、私バンドいりませんから、打てますからっていうね。で、ホームラン、2対0。で、5回にはね、マルがライトスタンドでホームランっていうね。もう3連発、ね。 で、7回裏、ね、えー、ツーアウトにいるからブリンソンに代わって代打梶谷はね、レフトでタイムリーヒットっていうところで、ここもしっかりね、作戦面も当たってね、えー、4対0っていうね、えー、ところで、まあ広島はね、ちょっと菊池ね、西川がね、ちょっと交代というところで、ちょっと西川がね、あのー、登録抹消っていうところで、ね、ちょっと痛いね、菊池、西川って言ったらもう何、飛車格みたいな感じじゃんね、広島から撮ったら。 まあね、広島は乾杯っていうところだけども、巨人としてはね、一発構想で、いい形の勝ち方。12日はね、0対2で広島っていうところで、広島先発森下ね、1234、ピンチを抑えね、9回完封勝ち。 フォアボール1個っていうところがね、非常に大きかったかなと。えー、9回109 8安で6三振、1四球ね。で、無失点、完封勝利っていうところで、まあ巨人はね、ここでどうにか点取ったらっていうところで、まあ巨人はね、4度のダブルプレーっていうところでチャンスを潰すっていう中で、巨人はね、初回先頭のブリンソンセンター前ヒット。で、えー、丸がアウト。で、秋色がね、ライトにツーベース。で、ワンアウト2三塁から岡本三振、大城レフトフライ。ここで1点でも取れてたらね。 で、えー、2回、ね、先頭中田コフハーボール。で、続いて吉川がね、えー、ダブルプレイ。ね。で、3回、えー、ワンアウトからブリンソンツーベース、丸レフトマイヒット。で、アキールフォーボール。で、ワンアウトマンィーから岡本が463、ダブルプレイ。痛い。で、4回、先頭大城ライトマイヒット。で、中田がアウトになるけども、吉川がね、ピッチャーライダー。これね、森下よく取ったけどね。で、えファーストに投げてダブルプレイっていうね。もうことごとくね、得点にできずね。で、そこでね、広島は5回表、ワンアウトからね、アイザーレフトマイヒット。 で、小園がね、えー、ワンアウト一塁から、宇宙間へ、スランホームランくっ,ってっだってもう、広島4アンダーだからね。6回以降も、ほぼチャンスなかったからね。まあ、ああの、8回にね、唯一ワンアウト一塁でね、チャンスあるけども、デビッドソン、松山がね、デビッドソンがアウトになって、松山がフォアボール。で、大森がね、センターぐらいで得点できなかったけども、ほぼほぼチャンスない中で、小園のね、一発構成で負けたら、こっちも一発構成だっていうね、そころで、ま、一本のホームランだったけども、しっかりね、その一本で勝ち切るっていうね。 ところは大きかったんじゃないでしょうかね本当でもね、守備はね、広島特に頑張ったし、このね、チャンスをね、しっかり潰していくっていうところは大きかったかな。だから7回裏ね、巨人、先頭ね、大城がライト前ヒット、で、中田のね、えショートゴロを6、4、3、ダブルプレーで取るんだけども、ここでね、小園がのが大便キャッチから6、ね、4、3、ね、小園、いね。で、9回ね。 えー、ツーアートから岡本がねレフト線ね抜けるフェンスまで行った、ねえー、打球で岡本がセカンド狙ったけども、えー、764、大森小園上本でタッチプレー。 アウト。ね。リクエストだったけど、判定変わらずっていうところで、ゲームセットっていうところになるけども、守備もね、非常に頑張った。この試合はね。まあ、カープがね、この巨人戦、やっぱり負け越すわけにはいかないっていうところでね、このね、まぶ、あ、てなかったけども、まあ、ピンチをね、森下もね、ここぞと要所でね、素晴らしいピッチングでね、いい球投げて、なんとかね、踏ん張って踏ん張ってして、で、一本のホームランで逃げ切りがちっていうね、巨人は一本出てればっていうところだったけどもね、えー、なかなか捉えきれずっていう中でね、 2対0。現状1勝1敗です。ね。今日の試合がですね、えー、戸郷栗。さあ、どうなるのかロゴスコアなのかこれはかなり見棒だね。今日さとき日刊スポーツなので、えー、この試合が、え担当というところで、評論、ね、えー、新聞、そしてネット記事出ますので、ぜひ、キーポイント、見てください。お願いします。えー、続いて、阪神対 DNA。11日7対2で阪神。12日5対4で阪神というところで、阪神の2連勝。DNA はこれは痛いぞっていうね。 えー、ところで、11日の試合ね、7対2で阪神というところで、阪神はね、3回裏に先制するんだけども、ワンアウトから大山がレフト前ヒット。で、ここでね、佐藤の次の打席ね、佐藤のファーストゴロを、ファースト佐野がセカンドへ悪送球っていうところでね、ランナーが進塁して、ワンアウトに塁でピンチになるんだけども、ここね、大山のスタートが良かったのかどうなったのか分かんないんだけども、あれね、ファーストの佐野ね、ちゃんと投げてもセーフだったんちゃうかなっていうタイミングなのよ。 あそこどうなのかなっていうね。そう考えたらね、ファーストベース踏むだけでもよかったんちゃうかっていうところまであるけども、このね、さのバーっとね。もしかしたらちゃんと投げてたアウトだったかもしれないしね。で、これでミエセスがフォアボール。でね、えー、ワンアウト満塁から梅野がね、えー、サードゴロホームでワンアウトっていうところで、こう、無得点になるのかっていうところでね、8番木浪、ツーアウト満塁から、仙台のタイムリーツーベースっていうところでね、走者一奏で3点、ビッグイニングっていうね、 え、中でね、えー、この試合、えー、先発はね、えー、阪神、青柳。7回8 9球、6番で1三振、2四球っていうね、まあ、無四球で踏ん張ったっていうところが大きかったし、まあ、若干甘い球もあったけどね、まあ、この復帰登板っていうね、まあ、ちょっと調子を落としてて復帰登板っていうところでは、勝ちもついてね、コロナとの阪神のね、戦い後半戦に向けては非常にね、いい勝ち方の試合展開だったんじゃないでしょうか。でもね、4回の表 DNA は2アウトから、佐野がレフト前、牧がレフト前、そして2アウト1塁から、宮崎がね、 え、センターへ2点タイムリーーベースっていうところで、この3、4、5でね、しっかり2点取ったクリーンナップ。ね。クリーンナップだから、グッグッグー。グッグッググー。はい。っていうところでね。で、阪神はね、え、すぐ、そのね、え、次の回の5回の裏。先頭佐藤がレフト前ヒット。面接アウトになるけども、梅野が2ベース。で、ンアウト2、3塁から木並がね、このライトにタイムリーヒット。打つんだけども、ここよ。前も打たれてるわけじゃん。で、次は青柳ちゃん。そんなもん。 結果論になるけどね。ここはフォアボールでもよかったんちゃうかって俺は思うけどね。で、ワンアウト満塁にして、 で青柳っていうところでまあ打つかもしれないけどねもしくはスクイズとかするかもしれないけどもどうなんだっていう歩かしてもよかったんちゃうかっていう d n a ファンの皆さんどうですかっていうね1アウトにされるからねき木浪がね一塁間抜けるライトにヒットを打ってね2点取ってワンアウト1塁、なおもんで青柳が送りバンドを決めて森下がねまたもライトでタイムリーヒットで一気に3点で6対二になるっていうねまあここがね木浪、大爆発木浪、グ,グ,グ,グー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 だね。 で、えー、8回の裏、えー、森下フォアボール。で、中野がね、内ア安打。で、ノイジーがね、ライト前ヒットを放って、ノーアウト満塁から、大山がね、5、4、3、ダブルプレイになるけども、佐藤の時に、ワイルドピッチ、バーット、ね。で、この一点。まあ、これはもうね、あの、どうでもいいようなね。1点、どうでもいいようなっていうか、あれだけどね。まあ、試合を決定付けたのは、もう5回の裏のね、木、え、並、ー、かなっていうね、ところはあります。まあ、結果論になるけども、 経営で良かったんじゃないのかなと。しかもね、代打出るかもっていう人いるかもわかんないけど、え、火曜日っていうことを考えたら、代打はないでしょうっていうね、えー、ところはありますで。あとね、DNA としてはこれね、5回の表ね、えー、先頭7番強打がね、ライト前ヒット。で、飛ばちゃが内安打。で、ノーアウト1、3塁からね、上茶谷が送りバンドを決めて、ワンアウト2、3塁なんだけど、ここでね、どうせ送るんだったら、まあ前のね、え、巨人対中日の菅野の時、成功はしなかったけども、セーフティースクイズとかね、 ガラメルとかね、しても俺は良かったんちゃうかと思うけど。で、ここでね、ワンアウド二三塁からピあのね、えー、梶原に対して、代打藤田っていうところで、初球をね、なんか中途半端なバッティングで、追い込まれてたみたいな感じの中途半端なバッティングで、ファーストコールでランナー帰ってくれず。で、2番関根がね、サードファールフライで無得点っていうところになるんだけども、まあ、ここも結果論だけどね、代打楠本で良かったんちゃうかっていうね。で、あの、ここね、守備がね、ファーストにス藤田が入って、ファーストの佐野がレフトに行って、レフトの関根がライトに行くんだけども、 ここをね別にそのまま楠本出してねそのまま楠本外野で良かったんちゃうかって俺は思うんだけども d n a ファンの皆さんどうですかそこで楠本じゃあダメでしたか代打っていうねしかも藤田初級からいくんだったらもっとパーいってほしかったねちょっと中途半端だったよね全体的にね、まあ、ここら辺がちょっと d n a としてはもったいなかったなっていうね、まあ、ここはまあねら浪の大活躍で、ね、なるたびに阪神の勝利です。 でね、12日の試合、5対4でね、阪神のサヨナラ勝ちっていうところになるけども、まあ、この試合ね、DNA 先発バウアーね、7回3分の1、113球、6アンド5三神、1九4失点。で、阪神先発大竹、5回82球、10ア四4三神、無四球4失点っていう形でね、まあ、両方ともちょっと失点多かったなっていうところはあるけども、ね、DNA は初回ね、 ツーアウト二塁から、マキがね、レフトにタイムリーヒットを打って先制。まあ、その後ね、佐野がレフト前ヒットを打って、一塁ランナーマキがね、このライトノイジーのね、送球とかバタバタ感を見ててね、追いけると思って三塁向かっていってね、まあ、三塁でアウトなんだけども、俺はね、これはね、この走塁はね、ツーアウトだしね、俺良かったんちゃうかと思ってね、積極走塁っていうところで、まあ、こういうとこやるとね、こういうとこダメやっていうとちょっとね、消極的になったりするから、まあ、ここはね、 よかったんじゃないのかなっていうね。で、2回の表、ね、えー、先頭外がバックスクリーンで、えー、ホームランっていうところでね、まぁ、あ、こんなホームラン打つからね、止まっときゃスリーランだったのにっていね、言う人いるかもわかんないけど、まあまあこれはまあ結果論っていうところでね、まあきっちりこう2点取って、まあいい形でいくんだよね。だから大竹もね、6回82球、10アンド4、3ー無四球、だからフォアボールなかったっていうところはいいんだけど、ちょっと全体的に制球が甘くなったところをね、そこ仕留めきれられたかなっていうね。で、阪神はね、4回の裏、ワンアウトから中野レフト前、ね、中野が盗塁を決めて前川フォアボール。 ワンアウト一・塁から大山がねライトにタイムリーヒット、でここでワンアウト一・塁からね佐藤のピッチャーゴロバウアーが、ね、ダブルプレー取れたのにパンプルしちゃうんだよ、でダブルプレー取れずワンアウトるでノイジーが、ね、タイムリー内ダ安打ていうね、えー、ところを打つんだけどね、ここでねダブルプレー取ってたらね 1>, 1点しか取られてないから同点になってないんだけどあとこのノイジーの、ね、セカンドへ悩んだねセカンド、ね、牧がめっちゃ、うん、ダ,イスダイビングキャッチってねピューンってこのグラブとすんだよそしたらねそのグラブとすが変なとこ行ってねオールセーフなんだけどもファーストランナーの撮ね全然来てなかったからあれね取ってから握り替えて右手でトスしても全然アウトだったそこの状況判断バッてできなかったねでもな、なこのワンアウト満塁からもう1点欲しかったところで坂本ひなみがね連続三振っていうところでまあ、勝ったけどねここもう一点いってるはもっと試合 ね、展開楽だったなっていうところはあるね。でもね、DNA もね、4回裏2点取られて同点になった後、5回表にね、すぐね、ワンアウトから宮崎ライト前ヒット。で、牧がね、今度さっきのグラブドスミスごめんねーって言ってね、レフトスタンド。まあ言ったかどうかは知らないよ。でもね、レフトスタンドで勝ち越しのツーランホームランで、いや、これは一気に DNA 行くか、完璧な勝ちゲームだなっていうところでね、8回裏、えー、バウアーね、先頭、糸原レフト前ヒット。で、森下がね、なんと右中間ツーランホームランで、 同点森下、グッパッティンってね。で、えー、中野を所で、前川がね、ライトツーベースって、ワンアウト二塁になって、大山になった時点で、バウアーから伊勢に変わってっていうね。で、まあ、ここはね、伊勢が大山をフォアボールで、ね、えー、敬遠で歩かして、ね、三エセを6、4、3、ダブルプレイ取って、まあ、ピンチをね、えー、しのぐっていうところあるけども、ここ、バウアーの起用法、だいぶん気使ってんだっていうかん感じるね。なんかもう投げたいからね、関東もう、関東当たり前みたいな感じになってるから、いい、 とか悪いとかで途中で帰れないんちゃうかっていうね。ところはなんか、バウアーの交代時期めっちゃ、三浦さんもそうだけど監督も含めて、全員ちょっと気使ってんちゃうかっていうような感じがね、なんか感じるね。俺だけかな <laughs> ?DNA ファンの皆さんどうですか <laughs> 違いですかねわかりませんけども、ここもね、ちょっと経過観察していきましょう。ね、で、同点になってね、ね、えー、9回裏、ピッチャーウェンデルスケ。 ね、ノイジーフォアボール。結局このフォアボールいたんだよね。で、坂本がね、バンドするときに、ウェンデルゲンとね、ファーストの佐野がね、クシャクシャクシャってね、ちょっとどっちも取りに行く感じでね、ちょっと当たってもない、当たりようで当たらないっていうところで、えー、そこね、補給できずね、まあ、ピッチャーウェンデルゲンのエラーになるんだけども、で、ノーアート一流からキラミのショートフライ。で、ここでね、ピンチ、ついえたかな、で、チャンスついえたかなって思ったけども、この熊谷がフォアボール。これ言いたかったね、ウェンデルゲン。 で、ワンダーとマンリーから森下がね、仙台の犠牲フライっていうところで、こう、な見ね、バンドするかなって一瞬思ったけどね。まあ昨日のことがあるからね、打たしたんだと思うけど。で、最後森下が犠牲フライっていうところで、8回森下のツーランで追い上げて、9回森下の犠牲フライで勝つっていうね、森下。ぐぐぐ。ぐぐグぐぐぐぐ。つまんないですか皆さん。今思いつきです。 阪紙はね、大竹の後、浜地、島本、馬場、岩崎ね、えー、全員ノーヒットっていうね、えー、ところで、えー、しっかり抑え切ってね、勝ち切ったっていうところは、このリリーフのね、踏ん張りっていうとも大変素晴らしかったと思います。現状ね、2連勝っていうところで、えー、今日はね、村上石田、投手戦か、村上最近ね、ちょっとあれだからね、どうなんだろうっていうところはあるけどもね、今日の試合、どうなるのか注目です。 さあ、ということでね、えー、お送りしましたけど、まあ現状ね、パリーグ、ね、日本ハム対楽天、途中経過2対1で日本ハムが勝ってますっていうね、ところでどうなるんでしょうね。まあね、あとオールスターまであと何試合まあ明日がね、えー、14日が、えー、どこも試合いないっていうところでね、もうオールスターまでは、土、えー、日月の、えー、3試合っていうところになるんでね。 え、どういう試合展開になっていくのかっていうところはね、注目していきましょうというところでね。まあ、次のね、総チェックは明日です。今日の試合出すんでね。皆さんそこら辺をチェックしておいてください。 ということで、オールスターまでね、あと、今日合わせないでね、えー、土日月のね、えー、3連戦、ワンカードだけになりますけども、どのチームがね、どういう展開で後半戦にね、持っていくのかっていうところは、皆さん注目して楽しんでいきましょう。ということでね、また明日のチェックをね、えー、今日の試合のチェックは、今日夜か明日の朝、出ちますんでね、皆さんそれと合わせてご覧ください。ということで、えー、木曜日、カースイの試合の総チェック、これでおしまいです。今日も楽しくプロ野球を見ていこう。Enjoy!